折り紙は4枚使います。色分けするために2色で2枚ずつ使います。白い方を上にしておいて四角に半分に折ります。一度広げ反対側も四角に半分に折ります。広げ半分の線に合わせてこのように半分に折ります。広げ次はこの線に合わせて左と右をこのように折ります。次に向きをこのようにしておき、この線に合わせてこことこの線を合わせます。こういうふうにです。そして次にこの線とこの線を合わせます。で、こちらは広げておきます。次に、これをこちら側へ倒します。で、向きをこのように変えて、この点、向きを変えて、この点をここへ合わせます。広げます。この向きに置き、次はここを折るんですけども、まずこう持ち上げ、この端を合わせます。そしてこのままここまで、この折り筋がクロスしているところまで折っていきます。ここまでです。こちらは折らないです。で、ここに折り筋があるので、これをこのまま手前立てます。もう一度します。ここを角を合わせ、ぎゅーっと折っていき、ここまで。そして、この折り筋を手前へ倒します。こんな感じです。そして、形を整えます。ここがふんわりしているのでギュッと折ります。ギュッとしっかりと折ります。で、こちらも折り線があるのでこのようにして形を整えます。そしてこれをここの折り線に合わせもう一度向こう側に折って戻しておきます。これで一つのパーツの完成です。同じものを4つ作ってください。これで四角い箱の底の部分のパーツの折り方の説明を終わります。